おはようございます。今日は9月の20日、ここは沖縄県那覇市県庁前です。今日は台風接近、明日台風直撃の予定なんですが、それに伴いこのような天候、非常に風も強く、また雨も降るかどうか意外と降りません。今日はね、なんとかなりそう。このような天気ですから、青い空と白い雲、そういったものは全く期待できず、海もまああんまり綺麗には見えないわけですが、私は沖縄に今回に関しては特にそのようなことを期待してきませんでしたので問題ありません。よくね、沖縄に修学旅行で行ったのに結局天候が悪くなって、で沖縄線の後巡りみたいなのをせざるを得なくて残念がって帰ってくる修学旅行生みたいな多いらしいんですけども、まあ、今回はそれをですね、もともとセルフでやる予定でした。まあ、それが一番やっぱり沖縄に来た時には本当だったら最初にそれを見て回るべきだったと思うんですが、なかなか私も沖縄についての知識も不足していて、また直接沖縄を観光しようと思ってきたことがこれまでほとんどなかったので、今回が初めてということになりました。これですが、1日乗車券となりまして、沖縄県ではバス以外に移動手段はほとんど交通はないわけですが、そうするとね、あらゆる観光地で基本バスなんかみんな使えませんから、レンタカーを借りていきましょうみたいな案内があるんですけど、実はその、公共交通機関を利用していく人の、ただ一つの、これが武器ですが、1日乗車券、これで、県内のほとんどの路線バス、いや沖縄本島の、大抵の路線バスが乗り放題となります。乗れない高速バスとかもあるんですけども、長距離を、ね、行く一般道のバスは大体乗れますんで、これで1日2500円、これがないと多分今日の行程 4,000〜5,000円ぐらいバス代がかかっちゃうんじゃないかな。だから本当にありがたいものです。お、これだ。本日は沖縄線の経過に即してその時系列通りに回ってみようと思っています。まず最初、この那覇から米軍が最初に上陸した地、北谷に向かいます。その後、海軍の飛行場があり、米軍の目的地ともなっていた嘉手納、次に激戦地として有名な嘉数高地、沖縄戦の司令部のあった首里、そして沖縄県の最後の舞台となった南部糸満、この順番で回ります。だいたい沖縄戦もこの順番に進んでいった。これを全部1本の動画でご紹介しますので、長くなるかもしれませんが、お付き合いいただけると幸いです。お、しばらく走って1時間ほど経ちましたけど、これは嘉手納基地かな。今週末は基地の中でフリーマーケットもやるんだそうです。台風の中ですけど、那覇市内よりまずは車で1時間、これから先泊まりぐずく公園というところまで歩いて30分です。いきなり英語の看板、アメリカの車がいっぱい走ってるんですね。着きました。ここが米軍が上陸し沖縄戦の始められたところ、北谷町泊まりぐずく公園です。沖縄戦が始まったのは1945年3月の終わり、終戦まであと4ヶ月と半年という時期でした。日本軍も米軍も考えは一緒だったのですが、最後日本本土に米軍が上陸してきて最終決戦をするだろうという前提で進んでいました。そして米軍はそのために日本周辺を次々と落としていき、グアム、サイパンが陥落したことによって本土への空襲が可能になり、次に硫黄島、さらに最終的な上陸の準備地点として沖縄本島の侵攻も進められました。日本軍もまた本土への攻撃を少しでも遅らせるため、入念な態勢で防衛に臨みました。サイパン島、グアム島で日本軍は海岸のところで上陸を阻むために入念な警備をしていたのですが、しかし圧倒的なアメリカ軍の火力の前ではそれも全てたちまち灰となってしまい、全くなすすべもなかったので、もうこの沖縄本島、それから一つ前の硫黄島の戦いではすでに上陸を阻止するという作戦は取らず、上陸した後でいかにそれを叩くか、いかにそれを妨害するかということに重きを置いていたそうです。だから一応米軍もサイパン、グアム、硫黄島などの時と同じように上陸前にこの辺りに猛烈な艦砲射撃っていうんですかね、軍艦による砲撃をしたはしたらしいんですけども、しかしそれをやってもあんまりこの辺にそもそも日本軍はいないので、それで損害を受けるということはなく、また米軍も割とやすやすと上陸できたようでした。この辺りの地形は米軍の射撃によってもうその形が変わっているそうです。米軍は総勢50万人というとんでもない規模でこの沖縄本島に上陸しましたが、一方でやはり日本軍の激しい抵抗を受けることにもなりました。上陸をした後、特に日本海軍、陸軍もやりましたが、その両方が中心となって行ったアメリカ艦隊への攻撃は特攻です。ここで相当の規模で、おそらく日本の戦争の史上で一番大きな特攻が行われたそうです。もうすでに特攻は当時神風として米軍にも知られておりまして、
敵艦に到達する前に実際には射撃で撃墜されてしまうということが本当に多かったそうですが、まあ、だから1割ぐらいしか本当に体当たりができたものはないそうなんですけれども、しかし結構な戦果を上げたそうです。少なくともあの状況においてもボロボロだった日本軍、それが相手に対して与えた損害としてはかなり大きかったものだそうです。だからそれでね、米軍も相当あまりにも大量の特攻機が来たんで対策のしようがないとかなり困ったそうですが、まあ、しかし、まあ、それでね、あの特攻がうまくいったという結論にしてしまうのもどうかと思いますが、一応言っておきますが、大きな戦艦とか大型の空母、そういったものに関しては全く撃沈することはできず、これが決定的なアメリカ軍に対する兵力の削ぎ落としにはならなかったそうです。今ここは米軍上陸の地、その記念碑が並んでいるところですが、この写真ちょうどここから見たのと地形が似てますね。対岸は現在の嘉手納町と書いてありますが、ここの様子かな、こっちかな、もしくはこの場所とはちょっと違うところなのかもしれませんが、このようなわけでアメリカの輸送艦から、大量に米軍が解き放たれてきたのでした。上陸した人数は十数万人だったそうです。1945年4月1日、米軍は、これね、読谷村だったと思いますが、の西海岸から沖縄本島へ上陸した。鉄の暴風と言われ、一目一掃を焼き尽くし、緑豊かな故郷は瓦礫と化し、住民を巻き込んだ悲惨な地上戦であった。ですからここは単に沖縄戦の始まった場所というだけでなく、無数の若い特攻兵さんたちが爆弾を抱えて命を散らしていった場所でもあります。ここに当時の写真がありますが、昭和天皇の意向もあって、この上陸した米軍を後ろ側から日本海軍の戦艦によって再度攻撃をするという戦法も検討、実際に実施されたそうです。ここに戦艦を一つ持ってきて、そして砂浜の上に乗り上げ、もう動けなくなりますが、それでも大丈夫、大丈夫というか、もうそれでも構わないから後ろ側より強力な砲火を浴びせる、これに使われたのが戦艦ヤマトです。しかしヤマトはこの沖縄まで到達することはできませんでした。もう当時すでに日本国内を戦艦を動かすなんていうことはほとんど不可能な状態にあって、瀬戸内海には機雷、まあ、地雷のようなものが撒かれていたし、結局ヤマトも途中でアメリカ軍の敵機に捕まり、空襲を受けて鹿児島県の沖合で沈没してしまったのです。このヤマト自体はもう帰ってくる見込みのない戦い、これ自体もまた一つの特攻でした。船の中ではどうもお別れのスイーツのようなものが乗務員、乗組員のみんなに配られて、そして、ヤマトがここに上陸し弾をすべて撃ち尽くした暁には、乗務員すべて、沖縄本島に上陸して、あとは米兵と肉体で戦う、という計画だったようですが、しかし実際にはそれすら無謀な計画だったようです。ここに分かりやすく地図もあります。沖縄本島、那覇がまあ大体この辺なんですが、もともと日本軍はこの辺りに米軍が直接上陸してくるだろうと読んでいたのですが、しかし実際には割と沖縄本島の中部の辺りに上陸をしてきましたので、これが誤算でした。この動画の後半で起こる悲劇もですね、このちょっと違うところに米軍が上陸をしてきたということも絡んでいるそうです。米軍はこの後上陸してから中部より上下に分かれて少しずつ日本軍を詰めていくことになります。上陸した米軍の最初の目的地はここからもほど近い現在の嘉手納基地、当時の那覇飛行場でした。今ねこれ歩いてバス停に向かってるんですけど、あの向こうから来る車とかね、行く車もそうです。見てると結構アメリカ人が多く運転してます。アメリカ人ばっかり、ほとんどそうなんじゃないかな。まあ、というかね、普通にあの私が歩き始めてきたこのバス停、徒歩30分かかんないぐらいの、ここに、ね、目の前にあのもう嘉手納基地はありますんで、それぐらいもう近いところにあるわけです。まあ、米軍がかなり拡張はしたそうですけれど、ここまでは容易に到達できました。しかしそこから先が本当に過酷だったそうです。これは米軍にとっての話、もちろん日本軍も過酷でしたが、なかなか巧みな戦術で米軍とうまく渡り合いました。バス待ちの間に今日の予算ですが、まず5万3000再生ですので、今日は7300円。見えますかね？見えたね。それからですね、バスを本当は待たないはずだったんですけども、待っております。というのは、あの私が乗り遅れたんではなく、私がうっかりしてたんですけどね、沖縄のバスってのはね、もう時間通り動くことはもう稀なんですよ。那覇市内の渋滞のせいなんですが、だから困った。ちょっとこの先、また時間が読めなくなりますよ。なもんでちゃんと会社側も対策しておりまして、こんな風にバスが今どこにいるかを教えてくれています。現在地はこの水釜。
さてこの嘉手納町中心部で乗り換えなんですけども、バスのダイヤが崩壊しててね、本当だったらもう数分で乗り換えられるところ、またここでも20分30分待ちということなんで、これだったら最初から歩いた方が早かったんですが、このままでは今日中に全部回りきれません。もうお昼ご飯は抜きにして頑張ります。まあ朝ご飯も抜きなんですが、バスもまあ割と時間通りに来ました。今着きました。ここが道の駅嘉手納。ここからは目の前に広がる米軍嘉手納基地を見ることができます。もともとは陸軍が整備をした飛行場でしたが、実際には陸軍がここを使用した実績はほとんどなく、上陸したアメリカ軍が一度使われないようにと壊しておいたこの飛行場を再整備して、本土への攻撃の拠点として使えるようにしたのが始まりです。また民間の利用としては、まだ那覇空港のなかった時、日本航空の飛行機がここを発着拠点としていたという時期もほんのわずかですがあったそうです。壁の内側で何やら大きなものが動いているのが見えます。あれが何なのかとても気になりますが、今日この天候でもね、さっき飛行機の音がしましたから、一応何かやっているみたい。待っていればここで飛行機がやってくるのを見ることも場合によってはできるそうです。かつて日本本土を攻撃するために作られたこの基地は、現在では日本を含めた極東の防衛の要として使われています。ここに配備されている航空機の規模は私はあまりよく分かりませんが、相当大きいのだそうです。もともとはここから戦闘機が出撃して、アメリカが戦争のために何かするということはないとされていたそうですが、しかし、ベトナム戦争の頃から、成り行きでアメリカもここより、兵器を使って、直接空爆などに行くようになりました。実際、利便のいい都市ですからね。きっと北朝鮮と戦争するときにも、ここはまた拠点の一つとして使われることになるんでしょう。まあ、北朝鮮と戦争するときにもなんて言いましたけど、まあ、しないでほしいし、まあ、しないだろうとは思ってるんですがね、もしもそういうことがあったらという話です。ところでそこの立ち入り禁止の柵の奥なんですが、こんなのになんか家庭菜園みたいなのやってるんですね。これは何なのかな、米兵さんが趣味とか遊びでやってる施設なのか、まあ、何かもしかしたら重要な役割があるんでしょうか。戦闘機の離着陸、そしてその騒音を体感してみたいなと思ったんですが、残念ながらちょっと今日はね、見ることができなさそうです。天気が悪いからというよりも単純にタイミングが合わなかったのかな。仕方ありません。あそこに止まっている米軍機をちょっと映しておきます。この基地の中では治外法権が認められていて、この中で何かあった場合、アメリカの法律に応じて裁判がなされるんだそうです。もちろんこちら側は違いますよ。こっちは日本の法律に基づきますけどね。米軍の飛行訓練は曜日はね、土日休みなんですけども、しかし平日は昼夜を問わず行われているそうで、騒音は本当にものすごいものだそうです。私もちょっと聞いてみたかったんですが、聞かないのが残念。一方でこのように、地元の人が描いた絵とかですかね、分かりませんが、地元経済にもですね、大きなプラスの影響を及ぼしていて、米軍による、利益というものも実際には多く出ているそうです。あ、これがこの辺りの航空写真。道の駅嘉手納がここで、ここから見えている範囲はおそらくこのぐらい、実際にはこんなに大きい基地だってことですね。バスがまた少し遅れていましたので、沖縄名物サーターアンタギーを買いました。焼きたてで美味しそう、カロリーもあります。結構基地の中の交通量が多い、車がいっぱい走ってます。まあ多分勤務してる米兵さんのね、車なんでしょうけど、この基地内の道路を一般の沖縄県民にも使えるように共用にしてくれという要望もかなりこの嘉手納町からは出ているようです。もうサーターアンタギー全部食べちゃいましたけどね。あのサンピン茶、沖縄のジャスミン茶ですが、これとあって美味しいんですよ。米軍が嘉手納の飛行場に至るまでにはそれほど時間はかかりませんでしたし、大きな戦いもなかったそうですが、そこから先沖縄本島の奥、そして那覇方面へ向かうにつれて戦闘は非常に激しくなりました。次の目的地はその激戦を繰り広げた嘉数高地、そしてその前に広がる普天間基地です。
縄にはほとんど高速道路はないので道路も混雑しがちですが、あそこに見えるあれはそうかな。米軍基地は沖縄本島の至る所にあって割と普通の存在です。これはさっきも前を通りましたが普天間基地、子供用の遊び場がある。基地内の自動車の移動も活発ですが、見ると左側通行なんですね。沖縄本島中部ぐらいまではバスで乗っててもね、どこも市街地っていう感じ、思ったよりも都会的な雰囲気です。しかし今歩いているここはもうすでに米軍と日本軍が熾烈な戦いをしていたところ。割と普通の住宅街ですが、日米両軍が激しく弾丸の雨を浴びせ合ったところです。ここが嘉数高台公園、この辺りは割と平坦な地形なんだそうで、高台に日本軍の陣地が作られていました。アメリカ軍もそれを攻略するために攻撃しました。米軍はこの嘉数高地を2日ほどで攻略する見込みだったようですが、実際には18日ほどかかりました。それだけ日本軍の抵抗が激しかったのです。沖縄戦の前からここは住宅地だったようで、戦闘によって建物に開いた穴、それをここに移設し展示されています。沖縄戦に際し日本軍がかき集めてきた兵力は10万人ということでしたが、そのうち6万人ほどは6万5000人ほどかな、この嘉数高地で亡くなられたそうです。しかし作戦としては悪いものではなく、米軍の進撃を食い止めるには大いに役立っていたといいます。ちょっとハブとか出そうで怖いんですが、これが塹壕、塹壕というのとは違うかな、陣地壕とここには書いてありますけれども、この奥の方にですね、複雑にまだまだ道が続いているそうで、裏はこのような構造になっていると思われています。中もこのように調査が入っています。嘉数にはこのようなものが無数に構築されました。これはどのように使っていたのかというと、この裏にですね、米軍の大量の砲撃を避けるために退避して、また隙を見計らったり、隙間から銃を出したりして、もっとこういう穴がいっぱい開いていたはずですが、それで米軍を隙間から攻撃をするという戦法でした。時には進撃してくる戦車、それに、長い竹槍のようなものの先端に爆弾をつけたものをですね、こう持っていって戦車にこう走り寄って、ぐすっとこう、突き刺すとキャタピラーのところを狙って刺したところですが、戦車が爆発して、それでもう移動ができなくなって、移動できなくなった戦車にまた、日本兵がこう直接肉弾攻撃を仕掛け、上の蓋を開けて、中に飛び込んで爆弾を投げ込んだりとか、そういうこともやってですね、かなりの、結局ここでも相当数の特攻が行われたということなんですけれども、それで、進撃を食い止めるには効果はあったようです。沖縄戦終結直後、終戦直後の嘉数高地の様子です。何も残っていません。ここにテントなど張ってありますが、おそらくこれは米軍の作ったものでしょう。それが現在は周りこのように家、建物にもう埋め尽くされて、奥には高速道路も通っている中から立派なことです。沖縄本島がこのように栄え始めたのは、どうも私がタクシーの運転手さんから聞いた限りでは、本土復帰から、だいぶ10年20年ぐらいかな経ってからのことなんだそうで、平成に入った頃からようやく勢いをつけてきた、そんな話を聞きました。また海の方を見下ろしますと、こちらにはアメリカ軍普天間基地があります。普天間飛行場が正式な名前。ここはヘリコプターなどを配備する基地のようで、特に有名なのは輸送機オスプレイ、飛行機とそれから、ヘリコプターのモードと、それぞれを切り替えることができ、さまざまなところに着陸することができるし、高速移動もできるし、輸送力もあるという、割と高機能な機体のようですが、安全性に疑念が付きまとっています。墜落をした事例も多く見ていただいて分かりますが、このように普天間基地の周りはもう市街地、特にこちらですね、この宜野湾市のもう真っ只中に作られておりますので、何かあった時ちょっと危険なんではないかという心配はもう絶えないわけです。そしてまた騒音もやはりものすごいものがありますから、バラ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 といつもこの街の中に撒き散らかされて、ちょっとさすがにここは危なすぎるのではないか、そしてまたあまり良くないアメリカ兵の地元住民に対する犯罪行為もありました。しかも日米地位協定というのがありますので、それでね、日本の警察は米兵が何かやってもそう簡単には逮捕できないようになっているというのはかなりひどい状態ですから、この世界一危険な基地とも呼ばれている普天間基地を移設しようという話はもうかなり昔、20年ほど前から出ていました。
で、これについては沖縄県の北方名護市にある辺野古地区に普天間基地を移設するということで、当時の政権、国、そして沖縄県ともども合意をしていました。米軍もそれでよしということでした。実際にそれを移設というところまで来たところ、ちょうど政権が交代しまして、民主党政権時の鳩山首相は最低でもこの基地を県外に移設することができると突如マニフェストで歌い始めました。そうなのか、そんなことができるなら、じゃあ民主党にお願いします。民主党には票が集まりまして、鳩山内閣も、米軍の県外移設に乗り出したんですが、実際にはそれは全く現実的な話ではなく、特に現実的な策があるわけでもないという状態でした。そして結局のところ移設はやっぱりダメだったので、県外ではなく県内の名護市辺野古に移設しますということを言ったのですが、もうその時には逆に沖縄県民の中にも、いや県外に移設するっていう案があるんだったらそっちにしてくれよという意見がかなり根付きましたので、現在にまでこの米軍基地移設問題が続いているというわけです。ニュースで有名な普天間基地を見たのは私もこれが初めてでしたけど、確かにこれは危ない基地のように見えます。この街中にあるさっきのね、あの嘉手納基地だって随分大きかったですが、まあ、これに比べれば人が密集して住んでいないし、ない方が、あのもちろん街にはあの安全の面では好ましいんでしょうけれども、まあ、しかしこれほどではないなというふうに思いましたからね、うん、ちょっとこれはね、あの移設した方がいいんじゃないか、見てもなんとなくわかります。時間はかかりましたが、なんとか嘉数の戦いを制した米軍は占領したこの普天間に基地を作り、ここからは本土を攻撃できるようにしました。これが普天間基地の始まりです。そして次に米軍が向かったのは沖縄市の中心部方面。沖縄の防衛に関して第32軍といったと思いますが、その司令部が首里城にありました。この山の裏側ですが、米軍の進撃はそこまで、またさらに頑強な日本軍の抵抗を受けながらも進められたわけです。次の目的地は首里城跡になります。嘉数高地の一角に京都の塔というものがあります。これは京都から召集をされて嘉数で戦い、そして亡くなった方の慰霊の塔というわけですが、沖縄戦では基本的に地元沖縄からの召集が多かったんですけれども、このように京都で来られた方がもうほとんど亡くなったということで、昭和39年に建てられたものです。またここには統治下があります。もともとはね、あのソ連語というかロシア語らしいんですが、これ分かりますかね、この中に隠れて小さな隙間から銃などを突き出し、崖の下から迫り来る米軍を攻撃するというもの。しかしこれは入るのも大変で中も狭そうですが、その分防御には随分強そう、長けてる感じがしますね。いろいろとへこんでいるのはやはりこれも戦いの後なんでしょうか。戦争に参加したこの嘉数の戦いに参加した米兵の話では、日本兵があまりにも見えないので自分たちは壁と戦っているようだったというものもあるそうです。今も穴が開いていて統治下の中を見ることができます。入るなとは書いてませんが、ちょっと入りたくはないですけどね。こういう隙間からやってたんだな。実際これがどの程度事実に即しているのかは分かりませんが、他にも米兵のコメントでは、日本兵はあまりにも撃つのが上手で、正確に牛乳瓶の中にまで弾を撃ち込むことができた、そういったものもあったそうです。それほど習熟した兵隊さんがそんなに揃っていたんでしょうか。統治下とそれから横穴の入り口が一つこの嘉数高地には残るのみですが、しかしおそらくはこのジャングルになってしまった下のところにもまだまだ数多くのこのような施設が眠っているはずです。これから先も悲惨な話が続きますんで、ちょっと緩和休大、ここに薬屋さんがありますけど笑っちゃうんですが、うんちは持ち帰ろう、まあそうですね、犬の、人間は持ち帰らなくていいのかな。さて今見えてきたモノレールの高架橋、ここには列車はまだ通りません。今日は9月の20日ですが、あと10日少々経ちますとユイレールは終点の首里駅から延伸されるということになります。沖縄県は人口も確か増えつつあるんじゃなかったかな、出生率全国1位、なかなか頑張っているところです。いやごめん、これ普通にあれだ、乗ったことあるな私、ここはもう営業運転してるところでしたね、失礼。バス停から歩いてそれほど時間はかかりませんでした。ここが首里城跡です。世界文化遺産の中の一つ。でも首里城跡というのであって、まあ、この建物自体は、ね、文化遺産とかに特に登録されていないそうです。沖縄戦で全部燃えてしまったからです。
もともとの琉球王朝時代は清の属国としてやっていましたので、建物の作りもなんとなく中国、韓国の方に似ています。しかし今回はこの首里城本体には用はありません。前に一回行ったことがありますってね、ぜひそちら興味ある方はご覧いただければと思うんですが、入館料もかかりますしお金もないので、今回は首里城らしいところは飛ばしまして、ほとんど人のいないこんな池のあるところ、こんな変わった鳥もおります。これなんですかね、これ沖縄動物が違うんだな。でそのすぐ脇の見学順路を離れて、まあこれ行って大丈夫だと思いますけどね、第32軍司令部号と書いてありますが、この先にここが沖縄戦の司令部だったわけですが、その遺構が残っています。中は見ることはできませんが、このように今も残ってるのかな、もう残ってないかな、司令官の人が使っていたところ、中の、まあ、これも仮眠室、就寝室、これは沖縄戦で破壊された瓦礫の写真です。まあ、戦国時代の話とかでもそうですけれども、まあ、大体お城の中の司令部、まあ、殿様のいるところ、そこが最後には攻撃をされて戦いは終わるというのが普通です。沖縄戦でも最終決戦の地はこの首里城、司令部とされていました。米軍もそう考えていたし、もともと日本軍もその前提でやっていたそうです。この中も相当広く、かなり奥深くまであるようです。まあ、ここで見ても全然わかりませんけどね、この右の奥の方にまで複雑に入り組んでいて、これが首里城の地下を貫いて、相当遠くまで本当に続いているみたいですよ。沖縄戦が始まって2ヶ月ぐらい経って、もうこれ以上は持ちこたえられないのではないかという局面まで来ました。まあ、特に途中総攻撃をやったんですけども、それも米軍にやられてしまって、特にそこで消耗も激しかったようです。そしてじゃああとはもうこの首里城で最終決戦というところでしたが、まだそれでも戦える人はそれなりに残っていました。そしてこの首里城ではどうもこのままここに残っていると地形の問題でだいぶ不利だ、戦う意味、最終決戦もしづらいのではないかということも明らかになってきました。そして戦いの場所はもうこの首里城ではない方がいいのではないかという案が出るようになり、実際にそれが決定されました。この首里城を手放して沖縄県の本島さらに南部まで移動しようというものです。これを南部撤退と言います。今の地下壕の後、あの樹木の裏にあるんですけど、まあ、あっちに、ね、解説が書いてあって、あれだけなのかなと思ったらこっちにも解説はないですが、ちょっとハブとかが出てこないか怖いんですけどね、こんな風にやはり何かの施設だったんでしょう。跡がよく残っています。こちらでは破壊されたそのコンクリート作りのものが残っていて、沖縄戦であのトーチカーとか、ね、地下壕とかいろいろ掘ったこういうものは、大体沖縄戦の始まる1年ほど前から準備されていたようです。まあ、あまりこういうこと言わない方がいいのかもしれないなとも思うんですが、沖縄戦はもともと別に勝つことを目的としていたわけではなく、まあ、どちらかといえば負け前提だったのかなと今回勉強してみて思いました。というのはそもそも本土決戦をやるんだけれども、その前に米軍は沖縄を攻めてくる、その本土への攻撃を遅らせたり、その前で米軍の兵力を削いだりしようというのが沖縄戦の目的なので、これでつまり勝ちを目的としてないじゃないですか。で実際、まあ、ここまではこの首里城に米軍が攻めつつあるというところまでは、まあ、割と計画通りにことは運んでいたようですけれども、計画通りだったのか分かりませんが、まあ、うまくいっていなかったわけではないんですよ、その勝ちを目的としていないならばね。ただここから先、沖縄県南部の、これ摩文人でいいんでしたっけ、の撤退を決定しましたとありますが、ここから先はもうすべて想定外の事態となっています。これですよく言われていることですが、沖縄を捨て石にした自給作戦、これ捨て石作戦とか呼ばれているんですけども、まあ、とにかく沖縄がどうなってもいいから、本土への攻撃を遅らせることを第一とする、まあ、これがどこまでそういう考えでやっていたのかは分かりませんが、そのような言われ方がなされていることは少なくとも事実です。まず撤退にあたり、地下壕の中で多く負傷した人がいたんですが、なぜか5000人ほどいたらしいんですけども、その方々が基本的に全員自決ということになりました。そしてまた沖縄県南部には先に民間人が避難していました。沖縄本島の真ん中あたりに米軍が上陸し、そして中南部ぐらいにあるこの首里城を陥落させ、それで戦争は終結するのであれば、さらにその南に逃げていけば、そこまでアメリカ軍はやってこないから生き延びられるだろうということで、地元の方たちは多くそちらへ避難していたわけですが、そこに日本軍も移動してしまうと、そこが戦場となるわけです。次の目的地が沖縄戦最後の舞台、南部糸満市南城市方面です。
少し時間に余裕ができたんで、沖縄そば500円でこれは安いですね。朝から初めての食事です。国際通りの渋滞はあまりにひどく、まともに進めません。 Google マップを使えばある程度乗り換えの役に立ちますんで、ちょっとここからね歩いてショートカットをしましょう。このバス停で降りるんだな。ほんとひどい渋滞だな、これまともに動けないよ。沖縄っていつもこのイメージですけど。さっき国際通りの渋滞があまりにもひどすぎて、降りようと思ってバスのボタンを押してからもう10分以上バスが次の停留所に着きませんでした。ほんの目の前の距離なのにね。で、私の乗るバスも目の前で行ってしまったので、本気で2つ停留所を追いかけたら、まあ、那覇市内は渋滞をしているもんですから、自分の足でバスを追い越すことができて、そして無事乗ることもできたわけです。相当疲れましたが、しかしこのバスは一応時刻通り動いているようです。さて、またバスが遅れたので営業時間が終わってしまうから 1500m を、10分で行かなければいけない。私中学の時の 1500m のタイムどんぐらいだったかな。死ぬ気で走った結果着きました。うわ綺麗だ、はあ、沖縄戦で戦った兵隊さんに比べりゃ 1500m 走など何ぞそのというわけで。さて、沖縄といえば暖かいサンゴ礁の海というイメージですが、この間峰に行った時も話しましたけれど、サンゴ礁でできた土地、石灰成分を多く含んだ土地はアルカリ性でして、そこに雨水など、まあ、水が染み込むと、たちまちその成分が溶け穴になります。このようにポタポタポタと水が落ちているところに長い時間をかけて穴が開いているし、上からは石灰成分が溶け出して、それがつららと同じような仕組みで固まり、このような、まあ、まさにその岩のつららになっています。私の会社の従業員がね、修学旅行沖縄だったらしいんですけど、あの玉泉洞にも行きまして、そこではなんかこの玉泉洞がものすごい勢いで拡大を続けているという説明を受けたそうですね。それからこれも天井がものすごい槍のようになっていますが、これもまたこの辺りの土地が溶けやすいからこそこのようになるわけです。すごいな、足元も舗装されているのにそのタイルの上に落ちてきた石灰成分を多く含んだ水がもう逆に盛り上がっています。こういうのは普通できるまでに長い時間かかるのですが、このような割と最近作られたようなタイルの上にこういうものができるぐらいですから、本当にこの辺りの地質は溶けやすいのだということがよくわかります。こういった鍾乳石、石灰の成分でできたゴロゴロがもう足元には無数にあるわけです。すごい、これね特に説明書いてないみたいなんで間違いじゃないと思うんですが、これね私が見る限りサンゴの骨格です。サンゴというのは海の底にあるわけでして、ここは別に海の底ではないんですけれども、つまり海の底から立ち上がってきた場所だということがよくわかりますし、この地形が沖縄県特有のサンゴ礁の島だからこそ生まれたものだということもわかります。またこれ鹿の骨が埋まっているそうですが、これも上の方から流されてきたもので、流されてこの洞窟の奥までたまり、そしてもともと地上の方にあったものが削れたという証拠でもあるわけです。で、今回は沖縄戦の戦跡巡りで来ているわけですけども、この玉泉洞は沖縄戦でどのように使われたのかというと、実は沖縄戦と直接の関係は特にありません。じゃあなんで来たのか、もちろん何にも関係なく来たわけではないんですが、あの沖縄戦の後半終盤部分では南部に至る所にあったガマという洞窟穴、そういったところで人々が生活もしくは軍事活動をするということになりました。ガマは方言で要するに鍾乳洞、洞窟のことなんですが、今言ったようにこの辺りは大変削れやすい地形ですから、いろんなところにこのような鍾乳洞、洞窟が削られて穴が開いています。最初南部の人たちはこの辺りまで逃げてきて、そして洞窟の中で生活をしていたようです。ただ玉泉洞はこのように中が半ば川のようになっているので、もともとあった穴ではありますけれども、ちょっとこの中で避難生活をするには向かなかったようです。だから戦争で使われることはありませんでした。逆にだからこそ今でも割と気軽に入ることができる沖縄県、沖縄本島南部のガマの一つです。
日本軍は首里城周辺を手放し南部に撤退した後、2週間ほどはまだ組織的な抵抗を続けることができたようですが、その後は結局もう散り散りになってしまって、それぞれの兵隊がバラバラに戦うという、もはや軍としての性格を失った状態になっていました。そして南部ではもともと住民たちが避難していたこのような多数のガマがあったわけですが、軍人もそこに一緒に入ることになりました。戦争の大原則として民間人を殺すということはないはずですから、米軍ももちろんガマの中に避難していた民間人を手にかけるということは基本的にしなかったはずですが、しかしその中に日本兵が隠れているとなるとまた話は変わってきます。多くの場合米軍はまずガマの入り口のところまで行って中の方へ出てこい出てこいとこんな風にですね、片言の日本語で話しかけて民間人の投降外へ出てきてそれが保護されるというのを待ったそうですけれども、大体の場合やはり当時の日本の宣伝にもよるものだと思いますが、米軍に対しての投降というものは卑しいものとされていたか、もしくは危険なこと、米軍になんか投降したら死ぬよりも辛い目に遭うということが盛んに言われていましたので、実際には投降する人はほとんどいなかったか、投降しようというものであればその、ガマの中に逃げ込んできた、日本兵に銃殺をされるとか、そういうこともあったそうです。じゃあ米軍の勧告に応じずずっとガマの中で頑張っていた場合、押し黙っていた場合はどうなったのかというと、多くの場合は手榴弾など爆弾を入り口から投げ込まれて全員中で爆死ということになったようです。またひとたびガマの中から外へ出ようものなら、もう外はアメリカの鉄の暴風にさらされることになり、相手の弾丸を受けることはほぼ確実、外へ脱出したとしても生き残る望みはもうほとんどなかったそうです。なんだ、なんか変な生き物がいるぞ。何だ、あ、エビか。ああいうエビが地上を歩いてるの初めて見たもんで、変な虫かと思いましたが、まあともかくこのような極限状態の中で人々は米軍に投降するかどうかという判断を強いられ、そして大体の場合はそうすることはせず亡くなっていったということでした。大丈夫かな、ちょっと心配なんで見届けることにしたいと思うんですが、ずいぶん手が長いからこういうのには対応した形をしてるんでしょうね。大丈夫そうです。もちろん中には日本兵と民間人が協力しお互いに励まし合って米軍への投降もし、で米軍にもまた手厚い待遇を受けて無事に生き延びたという例もあります。しかしそのようなものは実際にはごく一握りだということでした。当然この辺りは溶けやすいわけですから、他にもたくさんのガマがあって多くは米軍からの避難のために使われました。そして現在でも見学をすることができますが、それは基本的に予約制となっています。またこのように気軽に立ち入るというそういった場所ではないようです。明るく照らされているということもありません。当時の雰囲気を知ることができるように暗いまま保たれているようです。ちなみに余談ですが、玉泉洞の中には結構魚が多いようです。うなぎとかね、エビとかそういうのいるみたいなこと、さっき水族館みたいなちょっとあってね、展示してましたよ。外に出てきました。ここはもともとね、鍾乳洞だけじゃなくて沖縄ワールドっていう、まあ、テーマパーク的なところなんですけども、パイナップルだ。こんな風になるんですね。まあ、知ってはいましたけど、こうやって改めて見てみると面白いな。へえ。シークワーサーにバナナ。これが最後の訪れる場所、ひめゆりの塔。バスの中でも豪雨に2度ほど襲われましたが、奇跡的にも今あそこにちょっとだけですが夕日のオレンジ色が見える、割と助かっている状態です。すで見てみたらまだ JAL とスカイマークが飛んでいるようでしたが、まあともかく今はそんなことはどうでもいいですね。これがひめゆりの塔です。多分有名な観光地と言っていいのか分かりませんが、有名な名前だと思いますけど、私もね、ひめゆりの塔っていうのは、まあ、もうちょっと前からどういうものか知っていましたが、初めて聞いた時はね、こういう高い塔が立ってるのかなと思ったんですが、初めて知った時は、あ、ずいぶん小さいなと思ったものです。これは現在では、まあ、言ってしまえば観光地として有名になっていますが、
数ある女学生たち、亡くなった女学生さんたちの慰霊碑の一つで、別に姫百合の塔しかないというわけではありません。この沖縄本島南部至る所に似たようなものがたくさんあります。これは映画になったので有名なのです。映画になっているから観光客の数も多く、このようにたくさん花が手向けられています。近くにお花屋さんがあるのです。そしてこの姫百合の塔のすぐ脇に大きな穴が開いています。ちょっと拡大してみると分かるんですが、こんな感じで、さっきの玉泉堂と似たような感じ。これもおそらくは鍾乳洞になっているものと思います、もしかしたらなっていないかもしれませんが、天然の洞窟の一つです。またこの大穴の脇には沖縄陸軍病院第三外科号跡と書いてあります。日本軍司令部の南部撤退が決定し、またもっと北の方にあった陸軍病院も南部に撤退するということになりました。まず元々の陸軍病院でもう動けない、歩けなかった重症の方については、すべて青酸カリを渡して、もしくは注射して亡くなっていただいたそうです。そしてその後移動してきた後は、このようなガマの中で、もともと普通の人が避難していたような穴の中で陸軍病院をとりあえずはやるということになりましたが、はっきり言ってもう満足な治療はできなかったようです。あの穴の中にとりあえずベッドを適当に並べたということなんですが、後で地図を見れば分かりますが、どうやってベッドを並べたのかそれすら分からないような本当の縦穴です。そして、ないものといえば、まず薬がない、消毒液マキロンとかね、なんかそんな感じのそういうやつすら何にもない、そして次に包帯がない、それから、看護師さんがいない、そしてお医者さんもいないというわけで、もはや病院としての、もう手をですね、最後は全くなしていなかったそうです。その中で残っていたのが姫百合学徒隊の方、沖縄県この辺りの、現在でいう高校生、女子高校生というわけですが、別に看護師の資格を持っているわけでもないので、何か専門的な治療ができるわけでもないですけれども、しかし根こそぎ動員ということで、この戦争に、いわば軍医のサポートとして駆り出されたわけでした。地下壕はこのような形をしているそうです。今私たちが見ているのが、この辺、ここがその真正面に立っている姫百合の塔ですが、このように深く、当然照明もないわけですので、どのように過ごしていたのかかなり気になります。無理やり過ごしてたんでしょうけどね。沖縄戦末期には艦砲射撃、つまりアメリカ艦隊による鉄の暴風がもうこの辺りでかなり吹くようになりまして、この地下壕を出たとしてもすぐにその雨に打たれて死んでしまう。かといって中にいれば、実は中にいるとですね、入り口を固めた後で、このホラー穴の上から穴を開けて、その中に爆弾を流し込んだりとか火炎放射器で炙ったりというようなことをやっていたのですが、そういった作戦でもってやはりやられてしまう。そのような絶望的な状況でした。実際この地下壕にいた人も90名ほどいたそうですが、そのうちの80数名が最後亡くなったそうです。もちろんここだけではなく、似たようなことが起こった地下壕が大量にあるわけです。私が YouTube で見つけた生き残った方の証言を聞く限りでは、たまたま水汲みに出ていたので、その壕に対して集中攻撃をされて、その洞窟の中が全滅していた時にも生き残ったとか、もちろんね、その水汲みに関しても鉄の雨が横から吹いているその下をこうほふく前進みたいな感じで行ったんでしょうけれども、そういうようなもう奇跡的な生き残り方しかなかったようです。また戦争中のことですから、どこまでそれが事実だったのか私も分かりませんが、米軍にもし捕まればとんでもない仕打ちを受ける、だから捕まるよりは死ぬ方がマシだということで、手榴弾なども配られて、お互いに家族を殺して回ったりとか、みんなで一緒に自殺したり、そのようなことも多少はあったし、それが軍による強制であったという話もあるのですが、一方でアメリカ軍に捕らえられた元民間人、元というか民間人とか、それから日本軍の一員とか、それから実はこの沖縄では中学生も、これ多分当時法律に違反してたと思うんですけども、中学生も招集をされて兵力として使われていたんですが、そういった人たちは割とちゃんとした待遇を受け、ちゃんと生き延びることが大体の場合はできたようです。沖縄戦が終わったのが7月の上旬ですけれども、それから半月ほどで新型爆弾原爆が完成しました。そしてそれから1ヶ月後8月の中旬には広島長崎に投下されるということになりました。アメリカ軍も当初11月に本土決戦ダウンフォール作戦を実施することになっていたし、日本軍もその頃にはアメリカ軍も攻撃をしてくるだろうと読んでいたようですけれど、しかし実際には原爆が想定外に強かったことから、日本軍上層部も皆驚き、そして無条件降伏をすることになった、それを決断したとされています。
しかし一方では長崎に原爆が投下されたのと同じ日8月9日の早朝にソ連軍が日ソ中立条約を破って満州の方へ侵攻を始めた、宣戦布告をしてきたと、もしかしたら、そっちの方が、原爆よりも、日本軍にとっては、ショックなことで、それによる、もしソ連が、そのまま、参戦して、戦果を上げてくると、日本の国体、すなわち、天皇中心の、なんだ天皇トップにする立憲君主制、それが、崩されるのではないか、それが、日本軍が、日本が、当時政府として唯一、降伏に際して出したい条件だったので、もし社会主義国にそんなことをされたら、戦争をされたらばもう大変なことになるかもしれない、だからじゃあ天皇中心の国を維持するために、もうここは無条件降伏にかけるしかないと、そういう考えだったのではないかという話もあります。それがどういう考えだったのかまた私も当然わからないんですが、もしね仮にそうなんだとしたら、そんな国のためにね、国のためっていうか天皇中心の国のために、原爆のことよりもそっちの方を重視してそれで降伏したのかと思うと、なんだかとても残念ですね。結局原爆が落ちてもこのままでは、国が大変なことになるとか、国民がもう大変だからだからやめようとか、そういう考えはもうそこには全くなかったということです。まあ、ただ一つ言うならば、第二次世界大戦で最も死者を出した国は実は戦勝国のソ連でありまして、もうその数はまあそれは統計にもよるんで具体的なことは言えませんけれども、どうもそれがダントツだったようです。まあ時点はちなみに中華民国らしいんですが、それはつまりソ連軍はそれほど設備とか装備とか、まあそれから熟練度もそれほどは高くはなかったんだけれども、とにかく人の命を顧みず人海戦術で前線に敵を打ち砕くため投入していった。その結果犠牲者が増えたけれども前線を突破することはできた。どうもそういった経緯があるようです。まあ、だとするとね、確かに戦争とか原爆とかそういったものよりも実は共産主義の方が怖かったのではないかというような気もしなくはないんですが、まあ、私は別になんかその今この場で関しては少なくとも共産主義をどうこうとか、まあ、そこまでは言うつもりはなりません。ただ今日朝から夜まで1日かけて早回しで沖縄戦の時系列を追ってみて得た一つの感想としてはね、みんな本当に頑張ったんだな、大変だったんだなと、もうこれは本当に思います。いや相当大変だったでしょうね。そしてみんな本当に死力を尽くしてもう勝てる見込みのない、まあ、そんなことはみんな分かっていたはずなんですが、それでも、ちゃんと懸命に戦ったわけです。私はお国のために一生懸命働こうなんてつもりはないし、まあ、申し訳ないけど天皇陛下のために自分の命を差し出すつもりもありません。天皇陛下の命と自分の命だったらもちろん自分の命の方が大事に決まってます。これは自信を持って今の時代ですから言うことができます。だからね、別になんかそうすることが日本人として素晴らしいなんてことは言わないんですけど、ただそういう状況においてもちろん昔から生まれた時からの教育もあっただろうけれども、極限の状態になっても自分の命を顧みずに動いていたその人たちの勇気は大したものだったんだなと、それは評価してもいいことですよね。さてここで最後の最後になってですね、私はついにバスの乗る方向を間違えました。まあ、むしろ今まで緊張してしっかり確認して間違えなかっただけ良かったと思います。台風が接近し空の色もなんだか怪しげな、この画面よりももっとやばい色になってます。紫色になってきてはいますが、まあ、しかし沖縄県は台風に慣れているのでバスもちゃんと来てくれるでしょう。あと30分待てばバスは来てくれるようです。さっき向こうにね、あのバス乗らなくて大丈夫だったのかなとか言ったかもしれませんけど、それはね乗らなくて大丈夫ではなかったんですね。でもよかった、次のバスがまだある時間で、ひめゆりの塔には結局1時間滞在することになりました。台風の中、沖縄から逃げようと飛行機が次々飛び立っています。全ての飛行機が満席で飛び立ちます。今あの雲の中に一つ入っていきましたが、もうすでに見えなくなりました。おと思ったら見えた。頑張れ頑張れ、みんな多分すごい揺れてるだろうけど、あれは民間機ですよね。スカイマークだ、羽田行き。よかったですね、帰れて皆さん。私は明日帰れないでしょう。ところでさっき飛んでいくスカイマーク、それを見てですね救われました。ここで一つ、あれ本当に羽田行きだったのかな。私時間よく考えたら羽田行きじゃないかもしれないと調べたらですね、
全然あの飛行機は羽田行きではなかったようなんですが、ともかく私は明日絶対に本土に戻ることができないだろう、そしてこの旅の計画に大幅に遅れをきたすだろうと思っていたのですが、なんと幸いなことに本日21時50分発那覇空港発中部空港行きの飛行機にまだ空きが割とあって1万2000円で購入でき、しかもそれは奇跡的に欠航にはなっていないそうなのです。羽田行きの2時50分発の深夜便とかは欠航になってるんですけども、21時50分はまだ欠航が決まっていない、おそらくは出るはずです。ということは、今19時17分ですからギリギリ間に合うでしょうね。私は残念ながら今日もう一回あそこの、ユースホステルじゃないドミトリーに泊まる予定だったので、そっちに荷物は置いてきてしまったから一回荷物を取ってから那覇空港に行かないといけませんが、しかしおそらくは間に合わせられるはずです。バスに乗り遅れ、そして上空を飛んでいくスカイマークの飛行機を見かけてよかった、救われました。これから大急ぎ台風から逃げるために本土へ引き返す旅となります。本日の行程はまだまだ続きますが、まず今回の沖縄線関連の探訪については以上で終わりとなります。本当は最後に那覇、沖縄県庁、那覇市役所、その前のところにあるですね、その後米軍の統治下に入って琉球政府が置かれていた跡とかそういうのを見に行こうかなと思ったんですが、どうせもう今日はこの天候ですし、まさか飛行機に乗れるとは思いませんでしたが、頑張って決死のっていうかね、別に死ぬことはないでしょうけれど、ダメだったら飛行機は欠航するでしょうし、帰ろうと思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。